皆さんこんにちは、 GCN ジャパンの土井ちゃんです。今回は、以前お送りしたスキルクライムをやる上での基礎の基礎、登りを登る上で第2弾として、登りを登るときにやってはいけない3つの要素、これをですね簡単にお送りしていきます。ポイント1、前回もですねお伝えしたとは思うんですけども、登り始めるとき、頂上までね結構長かったりしますので、走り始めからいきなりスピードアップするのはやめましょう。スピードアップしてしまうと急に体力を消耗してしまい登れなくなってしまいます。2番目のポイントはですね、皆さん登るとき補給食って持ってますか？補給食をこのポッケに入れて、登りを登っているときにですね必ず補給をしてほしいと思います。補給を取るタイミングとしては、だいたい登りの場所によると思うんですけども、だいたい1時間の登りでしたら20分30分に1回に何かジェル等をですね飲んでいただくと体力を維持することができます。これをしないとですねこういうふうになってしまうので、参考に映像を見てください。僕も若い頃がむしゃらに登りを登ってたことがあります。そういう時はですね補給食も食べずに一生懸命登ってました。そういう時にハンガーノックという状態に陥ると、道端に座ってもなかなか回復しないので、これを避けるために補給食を取ってほしいと思います。ポイント3つ目、登り切ったらですね必ず下りがあります。その下りで凍えることがないように防寒具を備えましょう。こういうポッケにね入れて走るとすごくいいです。このポッケにねその防寒具を入れることによって、下りで凍えることなくすごく集中してねブレーキングしたりっていうことができると思いますんで、ぜひポッケに1枚入れておくことをお勧めします。さて皆さんいかがだったでしょうか。今回は登りを登る上でやってはいけない3つの要素をお送りしていきました。ぜひともこれをですね、参考にしていただき、今後ヒルクライムがもっともっと楽しくなるようになっていただけたらと思います。今回の動画を見てですね、何か質問があったとき、何かコメントがあるとき、ぜひともですね、意見を皆さんコメント欄にください。そして我々が着ている GCN ジャパン、GCN のグッズ等もですね、ウェブサイトを通してチェックしてください。それでは皆さん、次の How to ビデオでお会いしましょう。さよなら。